はい、おはようございます。元一高速ミストラ研究所、朝礼今日は11時から始めたいと思います。砂塚森忠さん、おはようございます。昨日は砂塚明さんと言ってしまいました。中島明さんって最初に言うと引っ張られたんですね。今日は、ね、中島明さんを最後に言います。はい、砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。ちょっと待って、いつもとね順番がむずい。山本健太さん、おはようございます。今日もね、なんか練習会だっけ、大阪でやってんのかな、なんか楽しそうですね。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。ピッチングフォーム見てくださってありがとうございます。いろいろ試すのがね、この冬の期間は試合がないのでいろいろ試してるんですけど、楽しいですね。なんていうんですか、ユージンさんもおはようございます。昨日のトランペットのね音声とかアップしてくださったじゃないですか。で、俺自分のピッチングアップするとかも本当になんかユージンさんのトランペットアップするのとほぼ同じことだなと思ってて、なんかちょこちょこミスったり、うまくいかなかったり、いったり、ここはいい音出たなとか、この球はうまくいったけどまだその確率的にはもうちょい欲しいなっていうね。あ、あかねさん、おはようございます。昨日ね、ゼン君とカナト君の合同練習会よかったですね。なんかそう、今までね大人同士では自主練会みたいなの集まったことあったんですけど、多分子供であれやったの初めてじゃないですかね。いや、なんかついにここまで来たかと思いましたね。カナト君のお父さんもずっと陸上をやってらっしゃった方なんで、実際にはやっぱお会いしたらもう本当にすごい見識深いんですよね。でもなんていうんですかね、やっぱカナト君見てて分かると思うんですけど、あまりね、そのお父さんがいくら詳しくてもあまり細かいことあだこだっていう感じじゃないことが、やっぱカナト君の完成度の高い感じに結果なってるっていうのが本当なんかやっぱここなんだなって思わされますよね。カナト君のお父さんってあり方というか、で、自分もねずっと長く陸上やってたけど、息子がずっと動画見てそれを真似して夢中になっていくっていうのをほぼほぼ手をつけずに、でも環境だけ与えてね、本人のやりたいことをひたすら挑戦する環境をできる限り整えるみたいな、そういうところに徹してるというか、で、その結果その環境の一つとして橋の学校っていうのも選ばれて、だから和田校長っていう環境要因として、カナト君の望みを叶えるために入ってきたみたいなところじゃないですか。なんかそのね状態って一番なんていうの、伸びるというか、本当カナト君の今の姿も素晴らしいんですけど、ああなっていくプロセス自体が完璧だなと思いますよね。でそこへ来て、前くんは前くんでもう一個別なプロセスとしてもう一つのなんていうの、これいいよなっていう形なんですよ、僕から見ても。本当にお母さんときっかけでっていう始まり方をして、橋の学校でね、自分でズームに入ってさ、ああだこうだやりながら音声配信とか始めたり、とにかく自分のメタ認知を自分でやっちゃうっていう、
だからまあ2人とも完成度高いんだけど、素晴らしいの完成度じゃなくて伸びるプロセスが素晴らしいなって思ってて、でその2人が出会うべくして出会ってますよね。ついに来たかと思う。もう本当に感動したよね俺は。で善くんはさ、自分がカント君から言葉としてアドバイス受けたこともあるでしょうし、カント君の立ち姿、立ち振る舞い、当然走るフォームも含めて学んだことを全部こう言葉にして発信する能力まであって、でカント君はカント君であまりその口数多いタイプじゃないですけど、そこの対比もね素晴らしいですよね。なんかちょうどいいなと思いながら、でも2人ともやっぱりなんかこう受信能力が高いっていうか、やっぱね理解する能力とか素直さとかって大事だって言うけど、そんな簡単に身につかないんですよね。いや素直な子はいますよ。まあ割と低学年ほど素直だったりしますが、そんな簡単にあのレベルの高い素直さは作れない。あれは結構人工的な能力だと思うんですよね、僕はね。監督もそうだし、善くんのそれも、なんだろうな、種類違うじゃないですか、明らかに。素直さの。で、理解力の種類も違うし、受信能力と、理解したことを表現するやり方も違えば、体の使い方も違いますけど、なんかね、で、かなとくんからしても逆にね、そういう自分とは違うけど明らかにこうすげえなこいつって思ってると思うんだよね。あんまりそういうことは俺口にする子じゃないと思うから言わないと思うけど、いやそうじゃなかったらあの時間を作らないと思うんだよね。いやでも本当よかったなと思って、でもやっぱそれこそ引き寄せるだけのお互いの、積み重ねがあってのことだと思うんだよね。なんか昨日一日どれぐらいの時間だったかわからないですけど、なんていうかな、でまあその一部の写真しか見てないし、まあ一部を表現した言葉なんでしょうけど、美しいなと思いましたね。レベル高い空間だったんだろうなと。時空がレベル高いっていうか。時間の美しさも空間も素晴らしい。でそこにいる人と人の関係、子供同士もそうだし、立ち会った親同士もそうだし、いい時間だったんだろうなっていうのは、もう全部が書いてるわけじゃないけど、もう容易に伝わってくる感じがありましたね。ね、なんか三重もね、レイサーズが立ち上がりますし、練習会もちょこちょこあるのかな、楽しみですね。なんか塾とか教室とかもそうなんですけど、やっぱ圧倒的にさ、こう最終的になんで続くかって言ったら、仲間があいつと会いたいからやっぱりっていう力の方が結局強くなってくる。まあ最初の入り口として当然ね、プログラムの中身だとか教えてくれる中身だとか、もちろんコストもあるし、近い遠いとかもあるしね、それは決して無視できないことなんだけど、やっぱこいつと一緒にいる時間大事だなっていう人がいるかどうかはめちゃくちゃ最終的にはねでかいですよね。
でそういうふうにこう自分が思う人がいるっていうのがね、結局そういう人に自分も近づいていこうと自然にするから、結果さ、別な誰かからこの人と一緒にいたいなって思われる人になっていくわけですよね。でそれってなんかさ、こうもう親が教えるとか先生が教えるとかそういう次元ではもうね、話せないっていうか伝えられるものではないけど、でも明らかに教育としてはめちゃくちゃ重要なとこですよね。だからあなたくんのお父さんとかも環境を揃えることに徹すればそういうあるべき教育が自然に起こる確率を高めるっていうか、なんかそういう感じに見えるんですよね。なんか直接ねご本人からそういうふうにお聞きしたわけじゃないですけど、で顕在的にこうそういうふうに意識できてるかわかんないですけどね。周平さんおはようございます。先ほどはピッチングフォームへのご指導ありがとうございます。昨日2ヶ月ぶりぐらいかな、まあピッチング練習やってちょっと真後ろから撮ってみたんですけど、ここ2ヶ月ぐらいかな、おはようございます。ここ2ヶ月ぐらいね、ちょっと大臀筋が張りっぱなしだな、取れないな、これスプリントやりすぎたのかなと思っていたんだけど、どうやらなんかその腰の右上あたりになんとなくこう鈍痛があって、これひょっとしてピッチングで変なひねり入ってんじゃないかなとか、そのいろんなフォーム試してたから、で、あこれだといいんじゃないか、あれだといいんじゃないかってハマり出すと、多分いつもと違う投げ方でそれぞれそんなになんかよほどの骨出力出してなくてもいつもと違う筋肉の使い方した時にいちいちなんかダメージがいくんでしょうね、わかんないですけど。だからそんな投げすぎってほど投げたわけでもないんですけど、なんか気持ち悪いなっていう状態だったんですけど、ちょっとコンディションも良くなってきて久々にやったんですけど、だから草野球グループラインがありましてそこでねワイワイやって、それが楽しいからもうこれ試してみようかな、次こういう投げ方してみようかなみたいな、これ意識してみようかなって、非常に楽しいんですけどね。でもなんかまあそんなこんなありながらだんだん基本的にやっぱりその腕の負担はなくなってるなと思うので、いい方向に行ってるだろうなという感触がありますね。ストライク率が何より上がりましたね。さあ、今日はね、昨日のサタデーナイトミーティングにちょっと出れなかったのが、まあ、僕の大学時代の恩師が還暦で、まあ、オンラインで、還暦祝いみたいな、まあ、なんですかね、まあ、よくあると思うんですけど、まあ、そんな感じのやってて、でちょっとね裏になっちゃったんで、還暦祝いの方を参加してたんですけど、やっぱさ、録画見るとさ、ありがとうございます。良くなってますか？うん。良くなってる気がしますね。はい。やっぱりなんかその、自己分析も強力なんですけど、自己分析プラス、程よい量の情報提供っていうか、第三者の目っていうか、これがね、なんかその
どんなに正しくてもペースが速すぎると頭が追いつかなくなって、で体で表現する上でこうばらけちゃうっていう、これもね、あの難しいってことですよね。だからなんだろうな、頭で処理する能力が高いからどんどん情報取っちゃうっていうのに対して、こう体で表現する上での身体能力がアンバランスっていう時に結構イップスやらかすんじゃないかなっていうのがね、ちょっと最近思ってるんですけどそれに俺なってたのかなって思いますね、かつてはね。その全然その投げれなかった時期があるんですけど、別になんか何か間違ってたっていうよりも身体能力的にも何かそんなによっぽど間違ってないんだけど、あの脳みその情報のインプットが多すぎて、まあそれを処理、インプットが多いものをちゃんと処理できる身体能力であればいいんでしょうけど、まだそんな技術の土台がないのに、なんかもうあれ見てこれ見てそれ見てっていう、まあ、あるいはまあ言われての場合もあるんでしょうけど、そこにこう頭が行き過ぎて、頭とこうフィジカルのバランスがこう全然合わないっていうのがね、一歩だったのかなっていうねだからなんかその何も考えないでなんか割とひどいフォームで投げていた時の方がコントロール良かったりとかするわけよ子供の頃とかさ、まあね、ちょイップスもなんか研究対象として奥深そうだからちょっと話飛んだわそうそう、でサタデーナイトミーティングもさ、もうめちゃくちゃ面白いから行っちゃうんだけど、でまあ録画でね昨日は 見たんだよね。ですげえこうやっぱり相変わらずさ、そのオンラインミーティング同士で比較しちゃうのね俺はね。でそうするとサタデーナイトミーティングのあまりの完成度にさ、なかなかその他で行われるオンラインミーティングがこうもどかしくてもどかしくなっちゃうっていう。でいや全然悪いわけじゃないんですよ、あのちゃんと盛り上がってるしちゃんと進行されてるんだけど、あのなんていうのかな、司会者おられて、で還暦を祝われるまあ、先生がおられて、でまあ一人一人コメントしてってみたいな、まああのそういう展開なんですけど、あのもうなんていうかさ、うずうずしちゃうんですよね。もっと面白くなるんですよっていうのがあるから、そのサタデーナイトミーティングに毎週出てるとさ、わかるじゃん、なんかもっと盛り上がるんですよこういう風にやればみたいななんかそういうのがさ、これいい影響なのか悪い影響なのかわかんないですけど、まあそれでその結果ね、はいはい、肩にはめ落としすぎないこと大事ですね。そうですね、そうなんですよね、そうそうそう、まあ、自分のフィジカルに対する理解がないままに、ある一つの型をあの合わない服をさ、いくらかっこよくておしゃれだからっつって合わない服を着ちゃダメなんですよね、動きにくくなっちゃうよっていうっていうことかなと思ってますね、で結果その高くてめちゃくちゃバキバキのスーツ着たらいいのかって言ったら、それに応じた体格じゃなかったらさ、合わないこう着られたスーツみたいなのはさ、かっこよくないわけじゃん。で動きにくいし、あの振る舞いも真摯に見えなかったりするわけよじゃあまずパーカーでいいんじゃないのっていうねそういうことかもしれないですね。そうで、なんかそのサタデーナイトってさ、やっぱりその型が一つじゃなくて正解も一つじゃなくて、その人ってどういう人なんだろう、みんなで理解しようとすること、まあみんなの目がこうちゃんと生かされる
進行なんですよね。昨日はね、宇佐美くんと天智くんだったけど、本当にあれだけの人たちがさ、正解こうだよっていう伝え方をしないっていうね、あれがもう素晴らしいなと思って、だからなんかその余白があるんですよね。自分はこうした方がいいかな、次こうしてみようかなっていう余白がちゃんとあって、なおかつあのインストラクターだとか、まあ同じように取り組んでる仲間だとかの意見とか見方とか、あの、あ、そう見えるんですねっていう、自分で自己分析で動画を見てるだけでちょっとあんまりそうは思ってなかったしっていうことを、咀嚼できる余白が大事なんだろうなと思いましたね。で、なんかそういうふうにオンラインミーティングで、成立させると本当実は難しくて、まあ大概のところでできてないって言ったらあれですけど、難しいです、少なくともね。で、結構ねオンラインじゃやっぱりダメだよねって思ったり言ったり、やっぱり、リアルであった方がっていう意見で、まあリアルであった方がいいことはいいんですよ、それは間違いないんだけど、オンラインでどこまでできるかっていうところで、あのまだ僕ら あのオンラインミーティングの使い方に対する技術の問題が結構余白として残ってるなという、それはなんか結構さ、その結局リアルでも、コミュニケーションのスキルとか、相手の理解に対する、まあまだそのもうちょっと伸びしろがあるところとか、そこに実際にはリアルでも問題があって、それが顕在化しやすいんですよね、オンラインだとね。っていうことが、まあオンラインっていう制限があることによって、オンラインミーティングっていう制限があることによって、そのミュートにしなきゃいけないとか、ミュートじゃないところであのみんながどういう表情してるとか、あの息遣いなのかとか、そのあんまり言語化されないけど実は大事な情報が自然に入ってくる状況だから、こう判断できているものとか、立ち振る舞いがこう自然になったりとかっていうふうに、まあ僕らはこう最適化されてるわけですよね。だからそれがこうオンラインミーティングになった時に、まあこううまくやらないとバサッと途切、その入ってくるはずの雰囲気の情報みたいなのが感じ取れなくなっちゃって、まあなんかこうお互いこうギクシャクしちゃうというか、そういうフェーズあるじゃないですか。でも、それはなんかその集団でこうちょっとずつビルドアップしていくものだなとは思ったりしたかな。その2つの、まあ、還暦祝いっていう、まあそれイベントものだから特にそうなんですけど、お互い見知らぬ卒業生とか OB とかも年齢も全然違うしさ、普段話してる間柄でもないし、ただまあ一人の先生にお世話になったっていう関係でみんな集まってるから、初めましての人もいれば久しぶりの方もいてっていう風にみんな挨拶するんですね。で、そうすると誰にどう向けて言葉を発していいのかがよく分かんなくなっちゃって、あの目線もこう定まらないというか、表情もどう作っていいかとか、あの言葉はどれ程度に丁寧語にするのか、坪木先生っていうね、まあ恩師の先生なんですけど、まあ、その先生との対話としてやるのか、どこになんかこう気を向けていいのかが難しいんですよね。まあ、あとはそのチャット欄っていう機能があるんだけど、まあ、やっぱり使い慣れないものはねうまくいかないですよね。だからなんかあの僕はひたすらねチャット欄舞台に行き止まってたんですけど俺うるせえなーと思いながら、このチャット欄の俺うるさーと思いながら
もう限界まで振り切ってました僕はね、そのチャット欄嵐みたいな状態だったそれが良かったかどうかは分からないです。ただあのもう、どこまでいけるかなぐらいな感じですね、うん、もうだってさ、もうみんなよく分からないんだから、じゃあ俺もよく分からない中で俺これしますって決めたのが、あの四六時中ひたすらチャット欄が流れ続けるっていう状態をあのキープする舞台っていうなんか、ね、もうだから要するに言ってもしゃあないやんっていうハードルをですね、あの限界まで下げてですね、もうね、なんだろうね、とにかくほとんど脳みそを使わずに指先だけでチャット欄を打ち続けるというね何の挑戦ですかこれはなんか結構楽しかったですね、だから結果的には、うん、なんか割と、うん、他の人も付き合ってくれて、あの結果的になんかまあ40人とか50人とかいるわけですよ。それでこうそのみんな全部が全部全員ね挨拶できるわけでもないし、司会の人も大変だと思うんですけどでそれをこう先生の側もさ、ずっとなんかこう同じ場所にずっと座って聞いてなきゃいけないみたいな状態になるから、うん、とかね、なんかあのでもその難しさとか噛み合わなさとか、あこなれないなっていう感じがワクワクしましたね、なんかねあまだまだこれそうだ、こっからもう一回ビルドアップするってこんなに伸びしろって、で一方ではさ、その僕サタデーナイトミーティングっていう、まあある現時点での僕の中の、まあ、ある種の完成形みたいなのがあるんですよ。完成形とは言わないけどさ、まあもっと良くなると思うんですよ。だけどあれ素敵だなと思ってるものがロールモデルみたいなのがあって、まあ僕の中でこういろんなオンラインミーティングやってるけど、あれよりいいものないんですよね今のところ橋本このサタデーナイトミーティングより良いオンラインミーティングを僕は知らないです正直言って、うん、でもあれはだからまあなんかいろいろな要素が噛み合った結果あの成立しているロールモデルなんだけど、まあこうやればいいっていう作り方を知ってるわけじゃないけどさ、でもあそこを目指したいなと思うのはありますよね。その、まあ、昨日はねその2つのオンラインミーティングをなんかほぼ同時に見比べながらコミュニケーションって面白いなと思いましたね。そのなんかまあこうやってさ、朝礼っていう、謎の発信方法を始めて一人喋りで聞く方は聞く方でさ、なんかこう時間もいつ来るかわかんないし、付き合う意味があるのかよくわかんないのによく付き合ってくださってるなって感じだけどでまあコメント欄にねその思ったことを書いてくださったりとか、まあ流し聞きの時もあるでしょうし、出勤中のねそんなやり取りを2ヶ月続けてますけど、なんかねこう全部開拓できる新しい何かなんていうの、これは能力なのか、こういう競技って設定されてなかったじゃん今まで。であれがうまいとかあいつはすごいとか、それもそういう比較の土壌にもいないっていう中でさ、あれこれ試しているわけですけど、でみんなのその音声発信とかもそうだと思うんだよ。その周平さんがさ文字文字喋るとかもそんな競技ないからさ、あの文字文字喋る喋り方としては周平は世界一なんだけど、あのだけどさそんな競技はねえよって言われたら、まあ確かにってなるっていうね
いやだけど俺はそれなんかそういうものが増えていくような気がするんだよね。なんか既存のカテゴリーじゃないとか既存の、うん、競技にはそんなものはないとか、あの既存の物差しではそれは評価されないみたいなものをなんか勝手にそれぞれ開拓し始めて、あのでなんかたくさんの人に支持されるものがいいものとも限らないという、うん、まあなんかほんとごく一部でね、10人以下のオンラインサロンですけど、俺はめちゃくちゃ価値を感じてて今ね。だからこれ100人いることよりもこの8人がいてくれてめちゃくちゃ嬉しいなって思うんですよね。俺本当に思ってて、中島明の話面白いなと思うし、友人さんの徳の話から始まってついにはトランペットの練習ですよ。これは何の発信なのかなって言ったら定義できないよね。定義できないけど、なんかここにいるメンバーはお互いそれいいよねってみんな信じてくれてる気がしてて、それがすごいことかな。なんかそうそう成立しないことかなって、いろいろね、なんだかんだだよね、まあ、サークルみたいなものとか、一応集まってこういうことやろうぜ的なことって、まあ、40年50年の中で何度かあったと思うんだよね。でまあその中でその言い出しっぺになったこともあれば、いいじゃんそれっつってついてった立ち位置になったこともあるわけじゃないですか。それもまあみんなそれぞれそれなりにあると思うんですけど、俺は俺の中ではですよ、今こんなになんていうか可能なんか何でしょうね、いや非常に充実、充実っていう言葉もなんか違う気がするな、まあ、素晴らしい、最高です。前が毎日喋ってんだよ、それ聞くのが俺は楽しみでしょうがないわけ。今日カナト君と一緒に走ってっていう Facebook の投稿も見たよ。その上で聞いて、あやっぱそういうこと思うんだっていう一言一言とかさ、めちゃくちゃこう聞きたくてしょうがないわけ。でそれは情報のクオリティだとか役に立つとかと全く違うところにある話だと思うんだけど、こんなに聞きたいんやと、笑いとかエンタメでもなく情報のクオリティでもなく役立つでもなく機能でもない、何ですかこれは。全く説明つかないよ俺は今のところ説明ついてないんだけど、いやなんか幸福感には少なくともね貢献してますよ。ドゥでもいい話、アキラのドゥでもいい話、ゼン君の日常、周辺のもじもじしゃべり、友人のつぶやき、まあなんていうか聞きたくてしょうがないものって、あ、おはようございます、森田さん、アキラさんじゃなくて森田さん、昨日は失礼いたしました。次はなんだろうな、清水森忠さんとか言いそうですけど、これ一人ずつ入れ込んだっちゃった。ちょっとずつずれていくね、なんだっけ、運動会の時にやる謎のダンスありましたね、あれなんて言うんでしたっけ、忘れましたけど、一人ずつ寺石周平さんとか清水由香さんとか山田明さんと中島森忠さんみたいな感じで一人ずつ入れ込んだって感じ、どうも、もう敵友人ですみたいな、なんか本当何の本
当無意識でよどみなく間違えてましたもんね。砂塚明さんおはようございますとか聞き逃しました。何あれ砂塚さんこれコメント何言ってんのかなと俺最初ちょっとよく分かんなくて、襲名したってどういうことかなと思ったら完全に間違えてて全く気づいてなくて何のよどみもなく迷いなく言い切ってましたからね。それ襲名だよねあれは間違いなくもう砂塚は明だったと。あので中島こそ森田だじゃないかというね思ねなってましたね。ちょっと笑っちゃったわ。あんなにはっきりあの滑舌よくきっちり間違えるっていうね砂塚裕二リクエストとかあるんですね、うん、いいですよ、いいと思います。皆さんあれですね、毎朝今日の俺は中村森忠ですみたいなこれ何の意味があるのっていうしょうもないあの投稿ね、アキラさんに来てからそのハードル下げてくださいましたんで、あのもうあそこより上なら何でもいいですからあそこより上だったら何でもいいんだよだからまあ本当ありとあらゆるしょうもないことをあの我がサロンではね埋め尽くしていただいて大丈夫ですね。ヘリクスの素粒子ももちろんたまに僕はね求めてはいますけど、あの全然ね、投稿に対するハードルとかあのいらないんでおはようございます松塚友人ですっていうだけの投稿とかそれ何の意味があるのっていうやつをみんなでいいねしましょうそんなサロンねえから、あの何の機能もないじゃんとか何のメリットもないし何も研究してないじゃんみたいな、うん、ぐらいのね、また一工作三空研究所に、まあ、したいわけじゃないんだけどなってもいいかなっていうね、なったら何が起こるんやろっていう実験というほどでもないあの仮説にもならないさ本当。いやでもなんか今ね限りなくその役に立つとか機能とかあの実績だとか経歴だとか職歴だとかなんだろう、あとは受賞歴とかさ、あの何人から素晴らしいって言われましたとか、そういうかつての評価基軸の真逆側に何かあるはずだっていうすげえワクワクしてますね、うん、これは多分アキラさんのおかげですね。あの大喜利にはもう参ったからね、大会ボタン、あ、大会申請のリンクに飛んだ、 あるボタンがあってそれを押したら大会申請に飛びました。さて何と書いてあった、あの大喜利は秀逸だったな、うん、そしてあれにね砂塚さん何回コメントしました？あんなしょうもないことにあなたのようなあの方がですね付き合う必要ないですよっていうやつにライン盛り上がって、でもそっちにおそらく何かしら埋まってるんじゃねえかっていう僕らのこう一致した期待感があったんだと思うんですよね。今までこう散々頑張ってきたし勉強も頑張ってきたしお仕事もね出世とかね、もちろんちゃんと収入だって必要だし、そのためには評価もされなきゃいけないし、まあねいろんな努力とか飲み込んで調整とか
まあいろいろあったけれども、でそれはそれで何か生産する上で必要なことで価値あるし、これからも別に消えるわけじゃないと思うんですけど、まあそこに価値があることはもう知ってるからさ、それはそれで全然いいんだけど、こんなとこに価値まだ眠ってたっていうのを俺たちを掘り起こせるんじゃないかっていうね。それ金かどうかわかんないですよ。ただ掘り起こして何の価値があるかわからんけど、新しい何かではあるような気がしてて、すんげえ掘りたくなってるって衝動がね、今俺は抑えられないっつって。だから俺はもうほんと心底中島明がエースだと思ってるっていうのはね、これね、そのいじってるとかじゃないんですよ。で、明さんはね、こう、いや俺はこうね、しょうもなさで末席で一番後ろでって言うけど、いや自覚を持てと。いや、もっとね、ワントップフォワードの自覚を持ってくれと言いたいですね。今求められてるのはあなたのどうでもいい話ですよっていう、ね、ことなんです。いや、そろそろね、いや、新しく入ってきたし、温かく迎えたいからどうでもいいんち面白くないんだけどちょっと触ってあげようぐらいの感じもだったらどうしようみたいなさ、その不安もあるかもしれないですけどね。いや、もうないと思う。これだけ言ったらさ、分かってくれよ、そろそろ信じてくれ。そのみんなさ、あんだけ熱狂してるわけじゃないですか。ね、この熱狂の大歓声を聞いてくれよ、中島明は。君の心からどうでもいい話ね。こんなにみんなが欲してるぞというね。僕らはね、お互いそれぞれのお仕事とか興味あるよ。で、それがどういう風に重要だと思ってどういう思いで取り組んでるかとか、そこには興味あるんだけど、ただ実績がすごいとか、役職が高い低いとか、こんなに経歴があるからすごいだろ的なところ、まあいわゆる一般的な意味での凄さに対してはほぼ興味を示してないんだよね、これだけやってきて。この人こんなことやってきたんだ、すごいっていう話が一回も起きてないのよ、こんだけやってきて。いや、言ってもいいんですよ、全然言ってくださいね、自慢してくださいねって俺言ってますからね。自慢してねっていう投稿ブースとかもわざわざ作ったんだよ、広告として。私のサービスこんなに頑張ってて、こういう思いでやってるとかってあったらどうぞ言ってくださいって俺思ってるし、それは本当にあるんだったら応援したいと思ってるから全然いいんですけど、今んとこほぼ出てこないっていうね。でみんなが夢中になるのがこう中島明の大喜利っていうね。っていうね、これはもう事実なんで、紛れもない事実なんで、自分がね、一番ゴールに近い位置に。これ読めねえよ、そんな姿、これカッパエビセンの次ぐらいに行きますね、確かにね。もうカッパエビセン、久しく食べてないけどね、俺は。確かに、でもやめられない、もう本当だから食べ出したら止まらないからやめてんのよ、俺は。なんでですか、あれは。なんで止まらないですか。もう怖いです、俺は。だから言葉すら思い浮かべないようにしてます。だけど、まあ、カッパエビさんを食べ過ぎたらさ、塩系が多いしね、なんだったら体に良くなさそうじゃん。でも中島明はさ、
もう全くあれだけの中毒性を持ちながら全く健康に対してね無害って、うん、いや本当ですよね、素晴らしいですね、その通り止まらないしやめられないし、で止まらなさすぎて周りに迷惑かけるかって言ったら全く誰にも迷惑かけないですから、そして自分の体も全く健康損なわれない、あの塩分取りすぎて高血圧とか気にしない、なんだったらあのね自己肯定感だけ上がるだけですよ、しょうもねえなこいつっていうのをギラギラ笑ってこんな処方箋あります？ちょっとジェネリックでも出せないようなものだと思いますけど俺はいいと思ってますねということでちょっとだいぶ話しちゃったちょっとね時間遅くなると長くなっちゃう感じになりますけど、今日も一日皆さん誰と笑いますでしょうか、今日も良き一日を、それでは須田塚さんありがとうございます最後秀逸でしたねあのもう読めねえよそれはっていうやつだからまあね、わかるよ、その中毒性ってことね、はい、長嶋明さん、本当にありがとうございます、またお待ちしております、それでは、良き一日を。